シースルーキャプションズは、ろう者や難聴者と聴者が、より豊かなコミュニケーションを行うために開発された、透明ディスプレイ上にリアルタイム字幕を表示するシステムです。相手の表情や仕草を見ながら字幕を読めるようになり、よりスムーズに会話をすることが可能となります。開発のきっかけとなったのは、研究室にいる耳が聞こえないメンバーとのコミュニケーションです。筆談や講話は、日常のコミュニケーションで使用するのは難しいという問題があり、 対面でメッセージアプリ越しにテキストでやり取りを行ったり、音声入力アプリを使ったりしていました。コミュニケーションの手軽さやスピード感は改善したものの、相手の表情やジェスチャーが見られないという問題がありました。そこで着目したのが、両側から映像を見ることができる透明ディスプレイです。この透明ディスプレイに字幕を表示するプロトタイプを作成し、改良を重ねて完成したものがシーするキャプションズです。 老う者や難聴者は相手の表情や仕草を見ながら字幕を読むことができ、話し手の聴者は音声入力に間違いがないかを確認しながら話すことができます。日本科学未来館にて受付窓口でのやり取りや来場者へのインタビューに使用し、実証実験を行いました。さらに小型の透明ディスプレイを用いた持ち運び可能なタイプを開発しました。 透明ディスプレイをツアーガイドが手で持ちながら使用できるようになっています。こちらも日本科学未来館で実証実験が行われており、老者や難聴者の方へガイドツアーを提供してきました。老者や難聴者とのコミュニケーションや、その体験価値を向上させることができるよう、現在も研究開発を行っています。